はい、皆さんこんにちは、加用まりのです。今日はですね、なんと63歳の元朝日新聞の記者がですね、司法試験に合格したということで、東洋経済オンラインに特集が組まれていたので、今日はですね、これを取り上げたいと思います。本当に素晴らしいなと思います。上原さんという方なんですが、もともと朝日新聞の編集を担当されていて、その後ですね、知財部に昇進したそうです。で、知財部に昇進してですね、仕事をしていく中で、結構こういった、知的財産権関係とか著作権、そういった、知識をですね、つけていって、どうせならこういったものをですね、活用していきたいということで、途中でですね、伊藤塾の夜間に通いまして、そして2013年14年と、司法試験のですね、予備試験を受験するんですが、この2013年14年、どちらもですね、不合格であったと。で、その後ですね、やはり、これ予備試験って本当に狭き門なんですね。なので、これはですね、やはりロースクールに通わなければならないというふうに考えて、日大のですね、ロースクール、夜間コースですね、当時始まったばっかりの夜間コースに入ったと。で、その時にはですね、当時はこの日大ロースクールの、に通っている方って26人いたそうなんですが、そのうちのですね、5人が社会人だったということで、同じような、人がいるという中でやってきたと。で、その後、当時の司法試験というのは5回司法試験を受けられる、制度だったので、受けていたんですけれども、2017年、18年、19年、とですね、不合格になってしまったそうでして、2019年の試験では本当に手が震えたというような、コメントもしてました。そして2020年の、試験にですね、見事、合格しまして、当時のですね、予備試験の時代から合わせれば屈折9年ですね、かけて司法試験を突破されたということです。本当にね、素晴らしいなというふうに思いました。で、現在はですね、この新聞記者時代に、培った知財や、それから、ジャーナリズムに詳しい弁護士として、活躍されるということで、本当にね、こういった事例を聞くと頑張らなければというふうにね、本当思います。この定年後ですね、63歳で新人弁護士というのは本当にね、すごいなと思うんですけれども、今後ですね、こういったことって増えてくるのかなというふうに思っています。人生100年時代と言われてますから、定年後にですね、新しく、資格を取ってですね、独立開業して第二の人生を歩むというような、こういった、ケースというのはこれからも増えていくのかなと。で、やっぱり20代で若くして資格を取って起業っていうのもいいんですけれども、こういった63歳の方であったり、定年後にね、資格を取って開業される方っていうのはですね、独自の人脈だったり、これまでの知識というのを持っているので、やはり侮れない存在なわけですよね。若ければ確かにいいっていうのもあるんですけれども、逆にですね、こういった新聞記者の方のようにですね、独自の人脈、それから独自の知識があって、専門特化できる専門方っていうのは、やはり強いものが、20代には負けない強いものがあるわけですから、このあたりね、切磋琢磨やっていくような形になってくるのかなというふうに思います。弁護士はなかなかね、司法試験ですかね、司法試験なかなか難しい試験ですけれども、例えばですね、行政書士とかっていうのであれば気楽に取れるような資格だと思いますので、これからですね、仕事して定年後また一つね、第二の人生スタートしたいと思った時には、ぜひね、資格を取ってみてやってみるっていうのもいいんじゃないのかなと。で、これは本当にこれからも増えていくと思いますね。なので本当にね、頑張っていくべきだと思いました。私も負けてられないなというところですので、頑張っていきましょう。そんな感じで、今日は63歳の方の、司法試験合格ということで、結構面白いなと思ったので取り上げました。皆さん、以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。